え皆さんこんにちは株式会社ビジネスブレイクスルーの代表取締役社長柴田岩でございます。えー、この番組は私どものプログラムを終了されてその後活躍していらっしゃるアラム内の方々のお一人お一人にスポットライトを当てて現在地点そして将来の構想などを語っていただくことを番組として行っております 本日は、ね、BBT 大学院の MBA 課程を修了されてその後 RPA ロボットを使って業務改善をしていく DX をしていくそういう企業をなされた女性起業家兼経営者藤森恵子さんをお招きしてお話をお伺いしたいと思います藤森さんは現在アシモフロボティクス株式会社代表取締役 CEO をお務めになっていらっしゃいまますす藤森さんどうぞよよろろししししくくおお願願いいいいたたます。 藤森さんは BBT 大学院の MBA 課程をあの大変優秀なあの成績で修了されましたあの実はあの学長賞という卒業研究で一番あの最高位の受賞をされかつ成績優秀賞これはあの卒業研究以外の授業の総合的な成績のアカデミックパフォーマンスで決まるわけなんですけれどもこのダブル受賞をされた方っていうのは実は藤森さんだけなんですね。 したがってそういう意味では成績優秀学業としても成績優秀でかつその学びを持って卒業業研究ののビジネスプランの内容でで起業されたという方ですで後ほどお話出るかもしれませんがその学友クラスメートの方々が創業メンバーでもあるということでさまざまな意味で BBT での学びがもしかしたら一つのチャプターになっているんじゃないかなとも思いますので。 今日はあのそういったお話もぜひお聞かせいただければと思います。ではあの藤森さんまず最初に今のあの御社の足もふロボティクスさんのまどういった事業をしていらっしゃるのかですとか、え、はい、それからそのどういう会社ですよというようなところのあの自己紹介していただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい,い、はい、よろしくお願いいたします。 アシモフロボティクス株式会社になります。あの先ほどあの先生からご説明いただきましたように RPA というまあ I T のあの I T ツールですね、ソフトウェアを活用してあの中堅中小企業向けの業務効率化そして D X 推進コンサルティングを行っています。で RPA をあの扱っている業者さん I T 業者さん非常にたくさんあるんですけれども多くはですね RPA というツールを売るというまあツールの販売という形にフォーカスされているんですが私どもは RPA を 活用すするというサービスを提供しておりますでもちろんですね RPA だけで業務効率化 DX 推進できるわけではないのでもともと副業としては RPA からスタートしているんですけども現在は他の BI ですとか、まあ、ウェブアプリですとか、まあ、AIOCR そういったでさまざまなこうテクノロジーをこうあの活用しながらあのお客様のニーズに合わせたあの業務効率化のコンサルティングを行っているといったそんな会社になっております。